奥方まで、こう堀が巡らされてまして、表の堀ありますね、はい、今はあそこで切れてますけど、ぐりーっと堀がありまして、あそこまで堀がありまして、そしてここは比叡山の管轄の天台宗です。で、比叡山の僧侶があそこまで琵琶湖から船に乗って、この堀まで続いてまして、水路で続いてまして、船に乗って、あそこで船に乗って降りてきて、ここでいろんな行事を行ったそうです。で、宣伝まではちょっと古老に聞きましたところ、毎日天台の方がここで住めてらしたということですけれども、それであそこから降りてきて、えらいお坊さんとかはカゴに乗って、であそこにカゴの棒が1本だけ残っております。そして各お寺にはあれ、案外各式のあるお寺には全部カゴがありまして、えらいお坊さんは皆さんカゴで移動されましたので、西京寺行かれても立派なカゴがね、はいはい、ありますよね、はい、そういう類があったそうです。今はその類じゃなくて、棒だけが一番上に担ぐ棒だけが残っております。で、ここが琵琶湖に通じる水路でした。はい、どうぞこちらの方、次阿弥陀堂の方にお進みください。